遅れましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。去年はたくさんの方にたくさんの動画を見ていただきありがとうございました。感謝します。今年もですね、変わらず How to 絵に対しての質問とか、こうやればこうできる、こう描ける、という内容と、あとチャレンジですね。こんな道具を使ってみた、こういう絵の具を使ってみた、こういう描き方をしてみた、挑戦するような絵ですね。そちらの方も合わせてやっていきたいと思っていますので、変わらずご視聴していただけると大変嬉しいです。動画はですね、皆さんが見ていただいているというそのことによって、僕も絵を描いたり動画を作ったりっていうモチベーションが保ってますので、何卒よろしくお願いします。じゃあこの後動画続きますので、早速見てください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今回はこれをやると失敗の方に傾いてしまいますよというような内容で、ちょっと例題をやってみますね。山があるとしますよ。まあ、これ山のラインですね。で、空を塗っていきますよね、上からね。で、この辺りまで来た時に、例えば宅急便とかですね、どうしても一旦筆を置かなくちゃいけないことが突然来たと。こうやってね、この辺で突然来た、ね、本当はここまで塗りたいんですけど、もうここでもうやむを得ず筆を止めましたと。この状態で時間が経過しますよ。筆を置いてから、15分が経ちました。それでまた再開ですね。再開しようとした時にですね、こう塗ると、ほら、ここにね、境目ができるんですよね。わかりますかね。ここに初めに筆を止めたところと、後から塗っていった時にこういうふうに境目ができちゃうんです。本当はこう綺麗な、この山のラインまで色を均一で塗っていきたかったんですけど、これがねできるとこれ直せないんですよ。こうなってしまうのを防ぐ方法がちょっとありますんで、それこれからやってみますね。同じように、そうですね、まあ山のラインがあると、ちょっと2つ用意しますね。一応実験兼ねてるので、まずですね、やっぱり塗っていきます。で、ここで同じく筆を止めてしまったと。同じように、時間経過しますね。でもう一つの絵は、こうやって空を塗っていきますよね。で、同じようにこの辺りで筆を止めたと。その時にですね、止めたその直後にですね、霧吹きをあんまり接近しないで、ちょっと離してですね、今5回ぐらいプッシュしましたけど、まあ、6回ぐらいいってもいいですかね。ちょっとこれくらい霧を吹いた状態で放置します。さっきと同じように放置しますね。こっちが霧吹いた方、こっちは霧吹いてません。はい、時間経過しました。じゃあ同じく塗ってみましょうか。続きをね、やっぱり最初に描いたように、やっぱりこの乾いてしまってるので、ここに境目ができます。こっち霧を吹いた方ですね。霧を吹いた方はやっぱり多少湿った状態でまだ保たれてるんですよ。
なのでここの境目がですね極端にできないです。完全に乾いてないですから髪がまだ。要するに急に筆を止めるときに止めた後にこの表面を湿らせた状態、境目ができにくいです。これは以上ですね。で続いてバックランについてちょっとやってみますね。僕もバックランはね結構使うんで注意はしてるんですけど、ちょっとやってみますね。ここに、水滴落としますね。そうすると、水滴がこの白くなって、これバックランですね。今出ましたよね。これをですね、この状態で急いでですね、例えばこれを乾かそうと思ってドライヤーでバックランが消えてしまいましたね。なので注意しなくちゃいけないのはバックラン使った時はちょっとね自然乾燥を待った方がいいです。バックランした後にすぐにドライヤーで仰ぐとバックランの効果がほぼほぼ消えてしまいますね。とあとが次に塗りました。塗ったんですが色が違うと思ってティッシュペーパーでこうやって拭き取る。ちょっとこれ紙によりますけど、ここで拭き取っても当然残るんですね。こんな具合で残っちゃいます。かえってすぐに拭き取ってもやっぱりもう瞬間で髪に染み込むんで残りますね。その時にこのやり方やってみてください。塗ってあ違うなと思ったらすぐにこのやっぱり霧吹きもしくは、霧吹きもし使えない場所だったらこの透明の水こう色の部分にすぐつけて、それで、あまりこう擦るようにしないで押さえるようにして絵の具を取ってみてください。当然真っ白には戻らないんですけど、こっちよりかはマシですよね。ただごめんなさいね、これ髪が違ってくるとこういう同じような反応しないかもわからないので、その時はご容赦ください。僕の髪でしたらこうできます。であと最後にもう一つだけ、電線、僕もよく使いますけども、これ、ね、ちょっとコツがあるんですよ。電信柱を描くのはそこそこの太さのペン筆でいいんですけど、結構ねこれやってしまいがちなんですが、細い筆を持ってない場合、持ってない方がですね結構ね強引に力をかけないでね細い線をこうやって描こうとするんですけど、そんなね専用の細い線かける筆じゃない場合は細くならないんですよ。で細くならないままこうやって電線描いていくとやっぱりね違和感出ます。やっぱり細い電線はやっぱり細く再現しておかないとちょっとねあとよろしくない出来栄えになってしまうんですね。ですから電信柱は太くてもいいんですけど、ある程度電線はやっぱりね細い線で、細いところは細く
描いていくというのはとても大事ですね。それ、で、いや細い筆がないからどうしようもないんだよっていう時は、なんとか頑張って、僕はこのリガー筆っていう細いこの先っぽの筆使ってるんですけども、これはねそんなに高いもんじゃないので、1本は持っておいた方がいいかなと思いますね。やっぱりこういう太い電線の線とか、本来は細い枝の先とかね、再現したいんだけども、まあいっかっていうんで、えいやでね、やっちゃうとね、やっぱり絵の出来栄えに影響してきちゃうんで、せっかく描いたのにもう一つだったなっていうのはやっぱり嫌じゃないですか。電線、木の枝なんかもそうですよ。こうやって幹とかね、幹はまあそこそこの、太い、こういう太い筆でもいいんですけど、で細いところあるじゃないですか、幹でもね。そういうところはやっぱりこの細い筆をこう用意して、細いところは細いラインをちゃんとこう描いていくとした方が、出来栄えに左右してくるんで、頑張って太い筆のまま頑張って全部を描こうとすると、やっぱりねあんまよろしくない感じになってしまいます。どうしてもなんかこうメリハリのないね絵になってしまうんですよ。わかりますかね、この違いが。やっぱり細いところは細く、これあんまりね強弱ないじゃないですか、太いところと細いところの、こういう仕上がりになってしまうと絵全体がねぼやけてきちゃうんで、この辺要注意です。ですから頑張って細い筆をこういう筆ね、リガー筆ってやつを一つぜひとも買っておいてもらった方がいいかと思います。じゃあ今日こんな感じでいくつかこういうことになっちゃうと、失敗する方向に傾いてしまいますよというのを紹介しました。できるだけね分かっておいて進んでいくのと、分からないで突然こういうことに出くわしてしまって結果やっぱり失敗しちゃったとなったらやっぱもったいないんで、こういう動画今日作りました。一応注意して、やってみてください。以上です。